宋誠は中国三国時代の魏の武将。字は小二。従父は曹操。父は曹彰。弟は曹彬。姉妹は徳陽郷主。子は曹操、曹忠、曹聡、曹即、曹備子、曹外。三国志のうち、魏志、諸夏侯曹伝に彼のつてがある。曹操、曹丕、曹英の三代に仕え、魏の建国後は、宗室の筆頭格の一人として、重きをなした。曹英の代に、蜀漢の北伐から領土を守った。初平成元年、父の曹彰は曹操が挙兵した時に一族として、呼応した。しかし、董卓侯だった公演と悶着を起こして、曹彰は殺害されてしまった。曹操は曹真が、年少の身で父を失ったことを哀れみ、自らが引き取って、他の子と同じように養い、曹丕と帰郷を共にさせた。ある日、曹真は猟をしている時、虎に追われてしまったが、馬上から後ろ向きに矢を放ち、一撃で虎を倒した。曹操は、その勇敢さを褒め、族兄弟の曹休と共に、自らの親衛部隊、小兵騎の隊長とした。霊柩の族を討ち、霊樹抵抗に封じられた。曹操が、漢中一帯をめぐり、劉備と争うと、偏将軍として、兵の指揮を取り、族父の曹公に従って、花弁で五乱らを破り、中堅将軍に任命された。曹操に従軍して、長安に至り、中領軍を領した。夏侯淵が冷安で戦死すると、曹操から進む職森軍に任じられ、徐晃らを指揮し、冷安で劉備軍の交渉を破った。曹操が自ら漢中に出向き諸軍を救援したが、曹真は武都に赴いて曹公の軍を迎え取り、張と共に陳倉に駐屯した。後発元年、曹丕が禅譲により魏帝国を起こし即位すると、鎮西将軍、郿節、都督楊陵州諸軍事となって、東郷公に封じられた。主戦の張進が反乱すると、費用を派遣しこれを鎮圧させた。また、張、郭純、楊彰を指揮して、安定の瀘水こと、東京を討伐した。ことあるごとに諸軍を指揮して、揚州、両州の反乱を鎮圧した。季初三年には、洛陽に戻り、常軍大将軍、都督中外諸軍事、仮設越となったが、引き続き、揚州、両州の軍事も都督している。同年から翌年にかけて、曹丕が呉に三方向から侵攻すると、夏侯尚らと共に主膳が守る公領を攻撃した、揚州の牛渚差で勝利したという記述もある。曹真は別動隊により公領の中州を占拠し、土山を築いて、矢を追いかけたり地下道を掘ったりしたが、しかし主膳は兵を励まし、隙を伺い、魏陣二つを破った。包囲は半年に及び、呉軍からは内通者も出たが、主膳は内通者の存在を突き止め死刑にした。結局は主膳が守る公領城を陥落させられず、223年3月に撤退している。中軍大将軍に昇進し、給事中を加えられた。季初7年、曹丕が崩御する際には、曹休、陳軍、芝居と共に、曹英を補佐するよう委ねられている。曹英が即位すると海府を許され、曹真は大将軍となり、小領公に昇格した。泰和2年春、諸葛亮が指揮を取る蜀軍が攻めてきて、祁山を包囲すると、一時的に南安、天水、安定の三軍が蜀に降伏したが、曹真は曹英の命令で、美に布陣しその迎撃に当たった。曹真は別ルートより長安を伺う趙軍、東芝の軍に備え、大軍を派遣して、これを撃破した。町亭において、趙が馬謖を破ると、蜀軍は撤退した。しかし安定の住民であった、楊城が他の住民を連れて、下士城に立てこもった。このため曹真が自ら出陣して城を包囲すると、楊城は大将軍が自らやってきたということで、降参を申し出た。曹真は、諸葛亮が敗戦の反省を踏まえて、次は矛先を変えて、陳倉に侵入してくるだろうと予測し、郭彰、王政に、陳倉の守備を固めさせ、城を修持させた。同年冬、曹真の予測が的中し、諸葛亮が攻めてきて、陳倉を包囲した。郭彰は、わずかな兵で、諸葛亮の軍勢を寄せ付けず、頑健に防衛した。このため宗信は日用らを援軍として派遣した。諸葛亮は、陳倉を落とせないまま兵糧が底をつき、趙の援軍も駆けつけたので撤退した。その後、2900戸まで放置を数多された。泰和4年、洛陽に朝見して、大芝となり、体験したままの小殿と、宮殿内で早足で歩かなくても良いことを認められた。大芝となった宗信は宗英に対し、職を征伐することの必要性を説き、これを認められた。同年8月、長安を出発し四国より職に攻め入った。この作戦は、慶州方面の芝居に、関水を遡って、関中の南帝を攻撃させるなど、夜国道や郿といった、いくつかのルートから一斉に進行する大規模なものであったが、秋の長雨が30日続き、山道が一部崩壊するなどしたため失敗した。宗英は宗信に命令して撤退させた。洛陽に戻った宗信は、間もなく、重病となり、宗英が自ら見舞ったが病状は好転せず、翌年春3月に死去した。あとは、この曹操が継いだ。宗英は、生前の宗信が厚遇を受けた身でありながら、寛容かつ謙虚であったとして、元公の死号を送った。正始4年秋7月、双方の時代に他の後進らと共に、曹操の霊廟前の広場に祀られた。宗信は若い時に、重帝の宗師田川や同郷出身の主産が早くに亡くなってしまったことを哀れみ、その子らに、自身の放置を分け与えることを宗英に願い出るなど、自らの幼い頃の苦労と重ね合わせたように情で報いている。また、恩賞が足りない者がいれば、自らの財産を与えるなどした。このため、宗信は、将兵からの人望が厚く、指揮する軍の団結力も強固なものであったという。宗信は肥満だったため、呉室から、主演の席でそのことをからかわれて激怒したという逸話が残っている。また、この時同席していた上記の曹公や王忠らにも冷やかされた。後に、曹公が曹丕の不興を買い罪に問われ逮捕されると、これを弁護している。曹丕の時代に、すでに弟の曹彬が劣行されていたが、宗信の没後、消直により曹操の他すべての子も揃って劣行された。嫡子曹操は、宗英の没後に、双方の後見役を任され、政治の実権を握ったため一族は、隆盛したが、失政が続いたため芝居のクーデターにより失脚し、謀反の疑いをかけられ山賊皆殺しとなった。嘉平年間に、宗信の功績を鑑みて、従孫の宗広が、宗信の家を継ぐことが許され、新正景公となっている。姉妹に、徳陽公主がいるため、夏侯玄は外姓にあたる。また、列女伝で有名な夏侯霊女の夫である、曹文粛も、宗信の甥である。清朝の同光年間、陝西省西安の郊外で、宗信の業績を称えた石碑が発掘された。石碑は、宗信の死亡から数年後の235年から236年の頃の建立と推定され、内容は一部しか残っていないものの、蜀漢の諸葛亮が攻めてきたのを宗信が迎撃したというものである。文章の書体も書同士的に高い価値を持つ。なお、文中の蜀と諸葛亮の間の文字が削られているが、これは3世紀の建立時には、魏の立場から蜀族、諸葛亮とあったのを、発掘後に、三国志演義の諸葛孔明の大活躍を愛する地元民によって、俗の字が削り取られたものである。大進軍曹馬山碑、三国志演義では、第一次北伐からすべて芝居が、諸葛亮を撃退したことになっており、宗信の功績は失われている。史実では、諸葛亮に勝利した宗信であるが、演義では、諸葛亮の圧倒的に優れたその知略の前に、連戦連敗を喫し、腹心の王曹を、義延に斬られ、同僚の芝居との賭けに負け、自分の能力の差に愕然とする。諸葛亮の離間工作によって、軍心の多くが芝居を疑ったとき、蜀隠れの計略ではないか、と数と彼を弁護したり、病気療養中に、呉蜀が連合して、魏に侵攻してきたという知らせを聞くや、自ら進んで都督の院事を芝居に譲って全権を委ねるなど、宗信の活躍は芝居の引き立て役としてのものとなっている。諸葛亮や芝居と自らの力量の差に心中、苦しみ続け、そのことが原因で病にかかってしまう。最後は諸葛亮の馬言を記した書状を読み、紛死している。これは、宗信のこの曹操が、後にクーデターを起こした、芝居に翻弄された挙句処刑されたことと、関連付けられていると思われる。魏志、明帝紀、魏志、宗信伝にある、敗将史中の魏書による。魏志、宗信伝の敗将史の中に引用される、魏書には、宗信の父は、初平年間において、曹操が挙兵した時に呼応して、兵を集め、曹操に従ったが、余州牧公遠が曹操を殺そうとした際、曹操が難を逃れたが、父は殺された、とある。ただしこれは公遠が189年中に、余州牧から使徒に遷っていると記されている、五巻書、献帝紀の記述と矛盾する。敗将史が注釈として引く、義略によると、宗信の姓は元来は、秦氏で、父の秦伯南は、曹操と親しい間柄であった。公平の末年、曹操は、演術と共に、盗賊の討伐に向かったところ、逆に盗賊に追われることになり、秦伯南の屋敷に逃げ込んだ。盗賊が屋敷に来ると、秦伯南は自ら門を出て、盗賊に、私が、曹操だと名乗ったため殺害された。曹操はその功績から、この秦に、曹姓を名乗らせたとある。または、公遠配下の配国の曹の遠忠氏によって討たれた、説もある。魏志、宗信伝。呉志、呉主伝によると、張、徐行が従軍。魏志、文帝紀、呉志、呉主伝、主前伝。魏志、文帝紀。役職は、中軍大将軍となっている。魏志、明帝紀によると12月の出来事。敗将史は、中で、父の意味名が入っている、少量の放置名はあまりにも不自然で、これを誤りだと指摘している。漢晋春秋によると、趙雲と東芝の方が数は多かったという。魏志、明帝紀によると12月。魏志、明帝紀によると、詔勅が出たのは秋7月。魏志、明帝紀によると9月。魏志、明帝紀、魏志、王三伝のつて中に、不伝された、呉出伝の中に引く、呉出別伝。ありがとうございます。